メタルギアソリッドピースウォーカー、前回の続きからプレイしていきましょう。ごめんなさい。ちょっとね、一人でいろいろ遊んでたんですけど、遊んでたらザドロノフ捜索6は出ちゃいまして、カズトの無線では内通者がいるんじゃないか、まあ中に裏切り者がいるんじゃないかっていうお話があったぐらいでした。さて、探しに行きましょうか。スネーク、ザドルノフが逃げ出した。見つけ出してくれ。よし。で、スニーキング、これで行こうか。場所どこだったかな。ザドルノフを見つけ出してフルトン回収するんだ。この辺に敵兵がいた。ほい。で、こっちもいたよね、確か。すぐにはいないんだっけ。まあいいよ、連れて帰っとこう。さっきのフルトン回収者、エリア収容した。いないか。お、なんかある。スタンダンボール。スタンダンボール。スタンダンボール。どういうあれなんだ。あ、いた。ほい。ほい。ん？いないな？大丈夫ね？大丈夫なのかな。まあ、いっか、とりあえず行ってみるか。どこだっけな、あと。よし。こっちはいなくて。エリエのフルトン回収が完了した。動くな。いた。おい、帰れ。やったな。この調子でやったな。ダンボールに隠れるってこっちの1000倍特許だっつの。エスラブ。カズ、ザドルノフを発見した。お見事、さすがだ。ねえ、この私としたことが。はあ、わざとやってる節あるよな。よし、じゃあミッション行っか。どうだったかな。7回目はなんか特殊だった気はするんだけどね。何やろう。フルトン回収。スカウト兵を。スカウト兵やんのか。これよりミッションを開始する。ミッションを遂行し、フルトン回収地点まで無事生還してくれ。健闘を祈る。いいけど難しいぜこれ。そうだよな、潜んでるから難しいんだよねこれ。どこにいる。おお、近っ。
最初てかどこにいんだ俺。さっきのフルトン回収者エリア収容した。いないよなこの辺な。ここはあれか、この先か、この先のここだわ。いた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 。よし、帰って帰ってじゃないのか帰ってじゃないよ、連れ去ってるんだ。エリエのフルトン回収が完了し、よし、これどこだったかな。いた。よし。で、あれでしょ。あれもいるよね。さっきのフルトン回収者。難しいんだよな。エリア収容した。よしよし。で、あれもそうだよね。よしよし。多分もういない、ここ。これ、スカウト兵、いろんなさ、ミッションにここに訪れてさ、なんていうの、人の場所大体を確認しとかないといけないのがきついな。危ない危ない。しゃがめ。どこにいるかな。どこだ。あれか。あれか。で、あとここいないのかな。あ、いたわ。エリエのフルトン回収が完了した。よし、オッケー。あ、フルトン。でも必要ないよね、多分ちょうどだったもんね。崖の上。どう言ったらいいのかな。あ、いた。あいつを眠らせて。で、向こういるかな。こっちにもいた気はするんだけど、いる？これ。いたいた。よし。後ろ任せろ。通って大丈夫かな、ここ。よしよし。どうしよう。さっきのフルトン回収者エリア収容した。これここ通って大丈夫かな。いける？いないよねここ。あと二人多分ここにいるんだよね。
どこにいる？向こうの方とか、ちょっと見れないか。どうしようかな。炙り出せないかな。チャフじゃない。スモーク。この辺とかいない？あ、いた。よし。この向こうにいたのか。危な。いた。足が見えた。ほい。あ、やばい。危な危ない。ほい。どこら辺だ、回収。終わったよ。あ、ミッションクリアだ。よくやってくれた、スネーク。隠れて進むっていうのが一番苦手だわ。メタルギア向いてないね。これでもええか。スネーク、まただ。勘弁して。スネーク！俺だって報告したかないさ。スネーク、お願いだ、聞いてくれ。はぁ、交流していたザドルノフがまたいなくなった。あの雑草一味。内部に協力者がいるのは確かだ。だが、調べようがない。人探せないやつだ。今度はどのあたりだ。それが、発信機も気づかれて破棄された。どこにいるのか全くわからない。スネーク、探せる？放ってはおけない。誤解の示しもある。その通りだな。位置が特定できないならミッションの追加もできない。頼む、スネーク、ザドンノフを見つけ出してくれ。これめちゃくちゃ大変だった覚えがあるんだよね。そのノーヒントじゃん。でもね、知ってるんですよ、前世の記憶が。前世の記憶があるので、とりあえず人だけ入れといて。こいつらはいらんかな。まあいっか、とりあえず行こう。どこかっていうと、東大元暮らしなんですよ。射撃訓練を開始する。今日は特別に、これ持っていけないんだ。そこ無限だからか。一体どこにいるんだって本当にね、昔探し回って。ここは射撃場だ。武器の使者にはもってこいだろ。そういえばここ訓練を終了したい場合は出口に行けばいい。ほら。入った瞬間もう笑い声がしてるからね。本当になんでバレないと思うのか。もう死んだが外すとは思わんかったな。よし、見つけたよ。ビッグボス。さっき眠らせろ。
の V ロケットピース。あくまで冷戦の時代ですよね。これでもあれだよね、 MGS5 でこういうか、こういう感じっていうか、カズ、ジャドルの方発見、やむを得ず始末した。脱走者の最後か。どうも引っかかる。仲間がいるのかもしれん。やはり MSF の誰かが。どうした？ジークが動いてる。なんだって？誰かが乗り込んでるのが見える。スネーク、すぐにメタルギアジークのデッキに来てくれ。裏切り者は誰なのか。まあ大体わかるよね。うわ、色味だっせ。いや、俺がやったんだな。お前は遅かったね、ビッグボス。パス。何をしてる。危ないから降りろ。危ないのはどっちかな。パスの様子がおかしい。いつもと違う。私は正常よ。そう、本当の私を見て。メタルギアジーク。カズ、ジークを止めろ。ダメだ、制御が効かない。どうやって動いてる。私が改造を。これは元来人が操るべきなの。改造だって。パス、君は一体。意外とメカ好き。そうか、ザドルノフの脱走はおとりだったのか。パス、そいつをどうするつもりだ。返してもらう。返す。誰に。私たちの指導者サイファー。サイファー。この兵器はサイファーの創造物。パス、そいつから降りろ。うるさい。私はパシフィカ王者。なんで下着になる必要があるんだろう。名前も年齢も計画もサイファーに与えられた。私はこの計画のためだけにこの世に生かされる。鍵タバコも見えすぎた平和の使者も、おバカな夢見るティーンの振りも、これでおしまい。パス、まさか。その呼び方はやめろ。ヘドバです。すべては予定通り。これでようやく本来のピースウォーカー計画が完遂される。本来の計画だと。昔々、ザ・ボスという英雄を敬愛する二人の若者がいました。その母なるクーを突然亡くした二人は、悲しみを受け入れることができず、英雄の意志を継ごうとしました。ところが二人はそれぞれの解釈を分かち、果ては対立し、彼らの出発点であったゼロは二つに分裂しましたとさ。ゼロって若者か。それがあなたの過ちの始まり始まり。このままじゃハッピーエバーアフターにはならない。だからサイファーの意志に従いなさい。国境を持たない軍隊が戻るべき場所は、国境のない国家、国境なき統治世界。国境なき統治世界。もうすぐこの冷戦は崩壊し、次にシギントの時代が始まる。NSA、CSS、NRO、DIA、とかとかとか、対立していたこれらの情報機関はやがて電子の世界に統合される。サイファーは全ての情報を集め、人々の無意識下で世界を見張り、意識を誘導する。誰も逆らえない。人類の歴史で初めて世界を一つの意志が統治するの。あなたたちはそれが完成するまでの間、
それらを守る力になる。カリスマと軍事力で時代を欺き、サイファーの抑止力となるのよ。それを受け入れるのなら、MSF もジークも今まで通り、あなたの管轄下に置かせてあげる。それが提案か。ザ・ボスは、なりわいである銃を投げ出した。その教え子であるビッグボス。あなたは、銃を捨てることがいつまでもできない。銃を手放すことが怖いからよ。俺は、戦うために作られた。俺は銃そのものだ。そうなの？じゃあこれも銃だってわけ。下手な欺瞞ね。こいつはあなたの恐怖心が生み育てた怪物じゃないの。でもサイファーは違う。サイファーは銃を管理することを思いついた。銃を管理する？そう。抑止力とは異なる平和幻想への最後のアプローチ。力を管理などできるはずはない。ブッブー。では交渉決裂。残念でした。提案は終わり。これが最後通着よ。ジークはもう核攻撃体制に入った。何？お前たちが作ったこの兵器でこれから合衆国東海岸を核攻撃する。バカな。狙いは何だ？ピンポン。交渉が決裂した場合の答え。国境なき軍隊という流浪のノーマンとがどれだけ危険な存在かを世界に知らしめる。あなたたちは汚れた名を歴史に残し、この世から消える。あなたたちは英雄ではない。核を見境なく撃とうとする過激な武装カルト集団ってことになる。そしてその事実が世論が国際社会が新たなカルト勢力を作らせない抑止力になるよ。気に入った。私のシナリオがビッグボス。所詮平和なんて幻。ゲームはゲーム。ゲームは勝つか負けるか。結局戦うしかないの。私を阻止できるならやってみろ。ピースマークのピースはビクトリーの V なのよ。セイピース。液体で満たす必要あんのかな。衝撃吸収用か。それでもな、ダッセーガラリングな。誰が乗ったんだ。まずは核を撃つけよ。スネーク、全力で阻止するんだ。あれ、レールガンじゃない。敵を取ってくる。核は積んだけど、でっけえな、改めて。誰かちゃうか。はい、ということで次回ラスボスだね。メタルギアジーク戦、パス戦かな。やっていきましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。